起立、気をつけ、礼。重大発表をする。先生は明日結婚する。よって明日は自習とする。6年生の時休庁しました山崎義人です。東京へ行きまして脚本家になりました。どがいな脚本を書いとるんか。先生に申し上げるほどの仕事はまだしとりません。1,2,3 はい。和菓子の星エッセイに受けて強く生きなん人の道。えらいことが起きた。うなぎじゃない。桜舞う舞う校舎の窓に青空映る我が母校。石内賢治石内小学校。